八重山は日本海軍の通報艦。艦名は沖縄県の八重山列島にちなんで名付けられた。1887年に横須賀海軍造船所で寄港し、1890年に竣工。8月23日第一種と定められた。機関はイギリスのホーソンレスリー社製である。日清戦争では韓国派遣陸軍部隊の揚陸援護、大連。 旅順異海へ攻略作戦等に参加。1895年10月、日本領となった台湾において抵抗した、中国人がイギリスの商船、テイルス号に逃げたため、八重山がこれを追跡して、臨検を行うという事件が起きた。これが、公海上で行われたことからイギリスから抗議を受け、外務省は海軍に対して、責任者の処罰を要求した。その結果、 艦長の平山東次郎海軍大佐と上司の常備艦隊司令長官、有地品野城海軍中将を予備役に編入することで解決が図られた。1898年8月23日、通報艦に類別された。北進事変においては、大庫に派遣された。1902年5月1日、海防艦武蔵が暴風のため、根室湾港で座礁したため、 その救助任務中の5月11日、暴風のため根室港を決っけ守備北方で座礁し、9月1日に、離礁後、10月から翌年6月まで、横須賀造船章で修理改造を行った。日露戦争に際しては、主に第3艦隊第5戦隊所属艦として、旅順攻略作戦、航海海戦、日本海海戦、カラフト作戦等に参加。 無殿の存在しない時代には、その快速を生かして、基地間の連絡や、偵察任務等に活躍したが、通信技術の進展に伴いその役割を終え、1911年4月1日に、除籍、翌年3月23日に売却された、日本海軍史、第9巻、第10巻の召喚履歴及び、官報に基づく。ありがとうございます。